大戦の最中、わずか数十名の部隊で帝国軍を壊滅寸前にまで追い詰めた集団があった。その名は人空隊。かろうじて戦争に勝利した帝国府は彼らの力を恐れ討伐に乗り出した。今本当の人空を知る者は少ない。だっけか。なんですって？それどういうこと？どういうこと？ここで私たち迷子になっちゃったってこと？心配すんな。確か西の方だって言ってたからこっちに歩いてれば間違いねえぞ。そっちは東だ。そうだったのか。笑ってる場合じゃないでしょ！ああ、もうせっかくの街だから時間まで買い戻しようと思ってたのに！あれ？ひろゆき？おい、ひろゆき。なんだお前。俺、ふうすけ。ひろゆきの友達だぞ。ひろゆき？このペンギン、ひろゆきっていうのが。そうだ。私が間違ってたわ。あなんたれのガキンチョにこの美しいレディのエスコート役が務まるわけがなかったんだわ。一人で買い物してやる。うーん、重いぞ。ああ、動いちゃダメだよ。そっか。みんなご飯よ。今日はカレーよ。またな。重くて出られねえぞ、ひろゆき。鼻が詰まっててよかったぞ。みんな、おかえり。わあ、カレーだ、カレーだ。ちょっと待った。誰あなた。俺か。俺の名前はフースケだ。ダメよ、ふうすけくん。お家に帰りなさい。だって、飯の時間だろ？俺、腹減ってんだ。いい？ここは心の家って言ってね。戦争で親を亡くしたかわいそうな子供のための家なの。食事も人数分しかないのよ。ね？わかってちょうだい。
そうか、わかった。それじゃあな。何？何なのこの音？悪い、俺の腹の音だ。お腹の音？なっちゃん、いいじゃありませんか。この子もお腹を空かしているのでしょう。マザー、いけません、寝てなくては。大丈夫、今日は調子が良いのです。風助くん、もしよければ一緒に食べておゆきなさい。本当が？その代わり、食べたらお母さんのところへ帰りなさいね。母ちゃんは生きてんのかどうかわかんねえぞ。俺、母ちゃん探して旅してんだ。いい匂いがして、美人でとっても優しい母ちゃんなんだ。おめえ知らねえか？あー、来た来た。まあ、よっぽどお腹が空いていたのね。なんだお前、このカレー肉入ってねえな。贅沢言ってんじゃねえよ。でも結構うめえぞ。当たり前だ、マザーのカレーだぞ。そうか、マザーは料理がうめえんだな。いいのよ、なっちゃん、ちょっと苦しいだけだから。いけません、お休みにならなければ。大丈夫ですよ。あら、風助くん、まあまあ、ほら、鼻を噛んでよ。何祈ってたんだ？子供たちが無事で健康でありますようにって。じゃあ俺のこともか？もちろんよ、風助くんの風邪が早く治りますようにって。マザーも病気なんだろう。何か手伝うことないか？看病でもお使いでも何でもするぞ。どうもありがとう。うわっ、あら、熱があるみたいですね。こっちにいらっしゃい。今夜はここで眠りなさい。旅の疲れが出たのでしょう。なんかおめえ、母ちゃんの匂いがするぞ。なんなら私のことを本当のお母さんだと思ってくれてもいいのよ。本当か？こっちよ。この子も苦労しているのですね。でもそんなことちっとも感じさせないで私の心配をしてくれるなんて。母ちゃん、間違いない、バサラ大佐に報告だ。遅い！あれ誰だ？どっかで見た面だな。あ、愛鳥じゃねえか。何してんだこんなとこで。こちらもちょっといい男じゃない？そこの女ども、死にたくなかったら失せろ。どこ行くんだ。せっかく気分のいいとこ悪いんだがな。
酔いを覚ましてもらうぜ。よっ、だったんだ、10時間も遅刻しやがって。まあ細かいことは気にすんなって。大体アジラタとか言ったやつを探そうと誘ったのはお前てめえじゃねえか。俊介のやつも来ねえしよ。何やってんだあいつ。どうせまたあれだろ、あれか。どうにかなんないのかね、あいつの方向音痴はさ。しゃねえな、出発は明日にすっか。ってことで俺はちょっくらじゃねえ。あっちゃんだ、あっちゃん。どこ行こうってんだ。いや、さっきのお姉ちゃんたちのところにちょっとまだ。てめえ、あいつ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 、タンマ、タンマ、タンマ、うるせえこの野郎、バカ、あっちと、あ、あれ見ろよ、あれよ。また帝国軍のお出ましか。失礼します。アジラダ大佐が探している3名の元忍空の一人を見つけ出しました。あとの2人もすぐに。一人見つければあとは勝手に来るぞ。アジラダ大佐もかなりの大師団を派遣して探索中のようですが。アジラダ大佐には悪いが先に仕掛けてみるか。風の具合はどう？頭も痛くねえし鼻も出ねえぞ。そう、よかったわね。なあ、マザーはどこが悪いんだ？心臓がちょっとね。でも高い薬を買うよりも子供たちにご飯をたくさん食べさせたいからってどんどん悪くなる一方で。俺ちょっと行ってくるぞ。どこ行くの？マザーは俺の風邪を治してくれた。俺もマザーの心臓治してやりてんだ。ちょっとフースケ君。待ってろよマザー。ダメだったらダメだよ。そんなこと言わねえで分けてくれよ薬。どこの世界にタダで物をくれてやる物好きがいる。とにかく金持ってくるんだな。そうしたら売ってやるよ。いや、いいじゃねえか。いっぱいあるんだろ薬。当たり前だ、うちは薬屋だぞ。いや、おめえ面白い顔見たくねえか。面白い顔？うん。どうだ、面白いだろう。薬くれっか。それとこれと話が別だ。まあ諦めて帰るんだな。なあ、頼むぞ、分けてくれよ。ええ、しつこいガキだな。もう帰れったら帰れ。俺は諦めねえぞ。東地区見当たりません。西南地区陰空発見できませんでした。もう朝
田くん。結局当時兄ちゃんたちに会えなかったな。どこ行っちゃったんだろう。ん？バサラ大佐よりの命令です。捜索中の人空1名を養護施設心の家で発見。特殊任務として秘密裏に襲撃せよとのことであります。ウスケが見つかっちゃったのね。早くお兄ちゃんたちに知らせなくちゃ。あ、まだウスケ知らない。どこかに出かけたみたいですよ。早く戻ってこないかな。何事ですか。何ですか。あなた方は。この人たち突然やってきて風助くんを出せって。このうちにいるのは分かっている。おとなしく引き渡してもらおう。風助くんはいませんよ。いたとしてもあなた方に渡すわけにはいきません。そんなかばい立てはよした方がいいだろう。何をするの。やめなさい。ガキを渡さなければどんどんこの家が壊れていくぞ。見くびらないでください。私たちはそんな脅しに乗るつもりはありません。私がこの家を守るためにあの子の命を犠牲にするとでも思ったのですか。そうか。ならばこれならどうかな。おやめなさい。さもないと帝国軍を呼びますよ。呼んでどうする。我々を逮捕してもらおうとでも言うのか。当然です。帝国軍は市民を守る軍隊。その通り。だから我々はやってきたのだ。人空の手から市民を守るためにな。何ですって。じゃああなた方は帝国軍。いかにも。そしてあの風助というガキは人空の残党だ。まさか風助くんが。嘘です。あの子はそんな悪党のはずがありません。まあ信じる信じないは勝手だが、早くしないとそいつがくたばるぞ。待ちなさい。殺すなら私を殺して。ひねりつぶせ。俺ならここにいるぞ。あ？よう、そんなに俺に会いたかったか。出てきてやったんだ。ヨシオを話せ。誰がそんな約束をした。だったら俺が助けるしかねえな。高圧の空気の粉砕を手のひらに作り出すことで、普通のパンチの数十倍の破壊力を持って敵を倒す高等人空技である。よしやった。もう大丈夫よみんな。あっ、ウスケ君、あなた一体。すまねえ、隠すつもりはなかったんだけど、俺こいつらの言う通り人空だ。本当だったの。でも信じてくれ、人空は悪くねえ。戦争を起こしたのも人空じゃなくて帝国軍なんだ。信じましょう。マザー。この子が嘘をつくとは思えません。風助君を見ているとこんな時代でも子供たちの未来に希望が持てるような、そんな気がしてくるんです。風助君みたいな子がこの時代にはきっと必要なんです。そうですね。風助
ケ君の言う通り、本当に悪いのは帝国軍なのかもしれない。悪いかどうかをお前に決める権利はない。変わり身の術が人空にしか使えないと思ったら大間違いだ。俺たちはバサラ大佐にこの技を教えてもらった。バサラ大佐、誰だそいつ。知っても無駄だ。お前はここで死ぬのだから。まだみんなを中に、ひろゆき、子供たちを守ってやれ。お、さあみんな。何をするんだ。お前らには血も涙もねえのか。ないね。お前が俺たちに歯向かう以上、またそいつらが苦しむのだ。他の奴らを助ける道はただ一つ、お前が死ぬことだ。よし、わかった。ふうすけくん、さあ好きにしろ。よし。ふうすけくん、やれ。やめて、もうやめて、お願いだからやめて。マザー、俺あいつらにやられるのなんて全然平気だぞ。だからな、笑ってくれよ、みんなのために。俺マザーの涙を見る方がずっと痛いし悲しいぞ。次回、勝ち見煙立つ。今度も結構大変だぞ。頬に当たる風が傷を消してゆく。